イブンルシュド、アブーアルワリードムハンマドイブンワフマドイブンルシュド、1126年4月14日から1198年12月10日は、スペインのコレドバ生まれの哲学者、医学者、膨大なアリストテレス注釈を書いたことで知られる。ムワヒド長の下で君主の辞位、後にはコレドバのカーディ、ー、裁判官となった。1197年には、 ムワヒド朝の君主ヤークーブ・マンスールが哲学を禁止したことで、イブンルシュドは追放され、その後モロッコのマラケシュで亡くなっている。アベロエスの名でよく知られている。アラブイスラム世界におけるアリストテレスの注釈者として有名。また、医学百科事典を表した。神秘主義者、ガザーリーの哲学批判書、哲学者の矛盾に対して、哲学者の立場から、 矛盾の矛盾を執筆して批判に反駁を加えている。彼の著作は中世ヨーロッパのキリスト教のスコラ学者によってラテン語に翻訳されラテンアベロエス派を形成した。ラッファエロ・サンツィオの代表作であるアテナイの学童にキリシア哲学者の一人として描かれている。中世思想原点修正。11イスラーム哲学、平凡者。2000年に著書。 矛盾の矛盾が日本語訳されている。イブンルシュドは1126年にコルドバで生まれた。彼の家族は宗教と法の分野で知られていた。祖父アブル、ワリードムハンマドイブンルシュド、本校のイブンルシュドと区別して、イブルシュドジャットとも、は、コルドバの最高裁判官であり、村人長時代にはコルドバの大モスクのイマームであった。父、アブル、 ハーシム・アフマドは祖父ほどには巧妙ではなかったが、1146年のムラービト長がムワヒド長に変わるまで同じく最高判事でいった。伝統的な伝記によれば、イブン・リュシュドの教育は、ハディース、フィクフ、法学、医学、進学から始まり優れていた。彼は、アル・ハーフィズ・アブ・ームハンマド・イブン・リズクの下で、 マーク学派の法学とハディースを祖父の弟子であったイブン・バシュクワルと共に学んだ。彼の父はイマーム・マーリクの巧妙な法学著作であるムワッターを教えた。またアブージャー・ファル・ジャリー・ムル・タジャイルの下で医学を学び、おそらくそこで哲学を学んだ。彼はまた哲学者、イブン・バージャ、ラテン名アベン・パー家の著作も知っており、個人的に知り合いであったか、それとも彼の指導を受けたのかもしれない。 彼は、セブリアで、定期的に哲学者、医師、詩人の集会に参加し、イブントゥファイルとイブンズフル、将来のカリフ、アブーユースフヤークーブが出席していた。他にも後に、彼が批判する、アシアディー神学派のカラー無神学を研究した。13世紀の電気作家イブンアルアッパールは彼は、ハディースよりも、法と、その原則に興味を持っていたと述べ、 イスラーム法学のヒラルの分野において引い出ていた。また、彼は古代人の科学、つまり、ギリシャ人の哲学と科学における彼の関心を伝えている。1153年まで、イブンルシュドは、ムワヒヒド町の首都マーラケ州におり、天体観測を行い、ムワヒド町の新しい大学を作るという計画を支援した。当時知られていた数学の法則だけではなく、 天体運動の物理法則をも発見することを望んでいたが、この研究は成功しなかった。マラケシュ滞在中に、彼は有名な哲学者であり、旧定位であった、ハイイ、ブンヤクザアンの著者イブントゥファイルにあった可能性がある。イブントゥファイルとイブンルシドは、哲学の違いにもかかわらず、友情を結んだ。1169年、イブントゥファイルは、 イブンリュシュドをカリフ・アブ・ヤークーブ・ユースフに紹介した。歴史家アブドゥルワヒード・アルマラケシュが伝えるところでは、カリフはイブンリュシュドに展開は無視に存在していたのか、それとも始まりがあったかを尋ねた。この質問はイスラーム教理的に物議を醸すものであり、ア易ーな答えは危険をもたらすものであることを知っていたのでイブンリュシュドはそれについて答えなかった。その後カリフは、 イブン・トゥー・ファイルト・トプラドン、アリストテレス、イスラームの哲学者たちの見解について話し合った。このことは、イブン・ルシュドを安心させ、イブン・ルシュドは、自身の見解をカリフに説明し、感銘を与えた。この会見後、1184年カリフの島で、イブン・ルシュドは、アブー・ヤークーブの指示を得た。カリフが、アリストテレスの難解さに不平を言い、その仲介を、イブン・ルシュドにするように進めた。 これは、イブンルシュドのアリストテレスの膨大な注釈の始まりであり、1169年にその最初の作品が書かれた。同年、イブンルシュドはセビリアの裁判官に任命された。1171年にはコレドバの裁判官となった。彼は、シャリーやイスラーム法に基づいて事件を採決し、ファトアー法的見解を出した。 このような責務や旅行にもかかわらず執筆の割合は増加した。またこの旅行から天文学研究を行う機会を得た。1169年から1179年の間に制作された彼の著作の多くはコルドバではなくセビリアで書かれたものである。1179年に彼は再びセビリアの裁判官に任命された。1182年に彼は 旧帝位となり彼の友人、イブントゥファイルの後を継ぎ、同年、かつて祖父が保持していた、コレドバの最高判事に任命された。1184年、カリフ・アブ・ヤークーブ・ユースフが死去し、アブ・ユースフ・ヤークーブ・アルマンスールが後を継いだ。当初、イブン・ルシュドは、カリフの支持を得ていたが1195年にハレを、失った。彼に対して様々な告訴が行われ、 コルドバの法廷で裁判にかけられた。法廷は彼の教説を非難し、その著作の焼却を命じ、イブンルシュドをルセーナに追放した。初期の電気作家はその理由を彼の著作にカリフへの侮辱の可能性を含んでいったとするが、現代の学者はむしろ政治的な理由であるとしている。イスラーム百科事典によれば、カリフはキリスト教国との戦争のためにイブンルシュドから離れ、 彼に反対していた、正統派ウラマーの指示を得たという。イスラーム哲学史家、マジド・ファクリーは、伝統的なマーリク学派の方学者による圧力がその役割を果たしたと述べている。数年後、イブン・ルシュドは、マラケシュの宮廷に復帰し、再びカリフの信頼を得た。その後まもなく1198年12月11日に、死んだ。彼は当初北アフリカに埋葬されたが、 彼の遺体は後に別の葬儀のためにコレドバに移された。そこには将来のスーフィー神秘主義の親である哲学者イブン・アラビーも参列していた。彼は後にこの時の様子を書いている。遺体を入れた棺はニューマの片側に乗せられており、釣り合いを保つために彼の著作が反対側に積まれた。私は未ジロギーもせずに立ち尽くしていた。ファクリーによると イブン・リュシュドは多作な作家であり、哲学、医学、法学、法理論、言語学を含む。彼の著作のほとんどは、アリストテレスの作品に対する解説、言い換えであり、しばしば彼独自の見解が含まれている。フランスの作家エルネストルナンによれば、イブン・リュシュドは、アリストテレスの作品に対する注釈と、プラトン国家編の仲介を加えて哲学に関して28作品。 医学に関して20作品、法律に関して8作品、進学に関して4作品、文法に関して4作品を含み、少なくとも67作品を書いた。この多くの作品は、アラビア語では存続できなかったが、ヘブライ語とラテ語への翻訳によって生き残ることができた。例えば、アリストテレスの大中介については、ほんの一握りのアラビア語思考画が残っているだけである。 イブリュシュドは現存するアリストテレスの著作ほぼすべてについて仲介を書いた。例外は政治学についてであり、彼はそれを入手することができなかったので代わりに、プラトンの国家編について注釈した。彼は自らの仲介を3つを、小、中、大の3つのカテゴリーに分類した。小、中、大、ジャミのほとんどは初期に書かれたもので、 アリストテレスの教説の要約が含まれている。中中会、トーキスは、アリストテレスの原意を明確にし、単純化するために、言い換えが含まれている。中中会は、アリストテレスの文意を理解することの難しさに不満を、覚えたアブーヤークーブ、スフと同様の立場にある人々のために書かれた。大中会、タフサー、または、シャーフは、原文と各項の詳細な分析を含まれている。 大中会は非常に詳細で高度な独自の見解が含まれており一般の読者を対象したものではなかった。1169年以降、アブーヤークーブユースフの要請によるアリストテレス解釈は中中会として表された。1186年より少し前に霊魂について1186年以降に分析論後書き、自然学、 1188年頃に天体について1190年頃刑事上学の大中会を完成させたと思われる。中中会においてはイスラーム哲学に広く受け入れられていた流出論に従っているが、後に自滅の自滅においてはそれを批判したガザーリーに賛同し流出論を否定した。知性について三段論法について 作用知性との結合について、時間について、天体について、天体の運動について、などの独自の著作があった。他にも、アリストテレスと比較したアルファー・ラービーの論理学に関するエッセイ、イブン・シーナーの治癒で扱われた、刑事上の書問題や、イブン・シーナーの存在するもの分類に反論など、論争的な書がある。ファクリート。 イスラーム百科事典はこの分野での三つの作品をイリュシュドの主要著作としている。論説の決定、ホッセル・アル・マコルは宗教と哲学の両立性を主張する1178年に書かれた論文ある。証明の方法の説明は1179年にアシアディ神学派を批判するために書かれた。1180年の自滅の自滅はアル・ガザーリーの 哲学者の自滅に対する反駁である。そこではガザーリーだけではなく、イブンシーナーとネオプラトニズムの傾向を批判しており、場合によって、彼に対するガザーリーの批判にも同意している。ムワヒドチの旧定位であったイブンルシュドは、多くの医学論文を書いている。最も有名なのは、医学大全、クリア・アット・フィット、ティブ・ラテンコレジェットは1162年頃に、旧定位になる前に処理、 医学の一般的かつ不可欠な要素を抽出する、求められている。この著作を通して、彼は、以下の科目を探求している。解剖学、生理学、病理学、診断、治療学、衛生学、病気の治療。より広域な部分では、薬理学と栄養学に及び、300の単純薬と食物について述べられている。ラテン語訳は何、世紀にわたって、 西洋の医学の教科書となった。また、ガレノスの作品の要約や、イブンシーナーの医学の歌についての仲介を表した。イブンリュシュドは裁判官としてイスラーム法の分野で複数の作品を表した。今日唯一現存しているのは、ムジュタヒドの入門であり、スンナ派の処法学派の実践と法理の違いを説明している。彼は、マーリク学派裁判官としての地位にもかかわらず、 リベラル、保守を問わず、他学派の意見についても論じている。彼はアリストテレス哲学に回帰しようとしたが、それはアルファー・ラービーやイブン・シーナーのようなネオ・プラトニズム的なムスリム哲学者によって歪められていたからであった。アリストテレスがプラトンのイデア説を拒絶したように、彼はプラトンとアリストテレスの思想を融合させようとする、試みを拒絶した。彼はまた、 アリストテレスを誤って解釈したアルファー・ラービーの論理についての作品を批判した。また中世イスラーム哲学の標準的な担い手であったイブン・シーナーについて広範的な批判した。イブン・シーナーの流出論はアリストテレスには見られないものと主張し、存在は本質に対して偶有に過ぎないとするイブン・シーナーの説に反対した。あるものはそれ自体で存在し、 本質は抽象化によってしか見出すことができない。また、神を必然的存在として証明するイブンシーナーの説を否定した。イブンリュシドの時代、哲学はスンナ派は、特にハンバル学派やアシュアリー神学派から攻撃を受けた。アシュアリー神学派のアルガザーリーは、哲学者の自滅を書き、ネオプラトニズム的な哲学、特にイブンシーナーを批判した。アルガザーリーは、 哲学者のイスラームへの不信仰を訴え、論理的な議論を用いて、哲学者に反証しようとした。彼に対し、論説の決定において、哲学は刑事に反することはなく、それらは真理に達する二つの方法であり、真理は真理に反することはできないと書いた。哲学によってなされた結論が刑事のテキストと矛盾すると思われた時には、矛盾を除くために刑事は解釈され、 または、偶意的に理解によらなければならない。この解釈は、クルアーン三、七の言うところの、知識の根差した人々によらなければならず、イブン・文シュドによれば、それは、知識の最も高い方法に達した哲学者を指す。また、クルアーンはムスリムが哲学を学ぶことを要求していると主張する。なぜなら、自然の研究と考察は、造物種である神についての知識を高めるからである。 彼は、クルアーンの一説を引用し、ムスリムに自然を考察し、哲学はムスリムに許され、それに対する才能を持つ人々にとっては義務で、あるという法的見解を表明した。また議論の三つの様式があることを説く。説得力に基づく、修辞的なもの。論争に基づく、弁償的なものでありこれは、神学者や裏マーによって使用される。そして推論に基づく。 論証的なものである。イブン・リュシュドは、クルアーンは、習字的な方法に用いて、人々を真理へと導く。一方、哲学は可能な限り最高の理解と知識等を与える、論証的な方法を用いて哲学を学ぶものを導く。イブン・リュシュドは、アルガザーリーの哲学批判の多くは、イブン・シーナーの哲学にのみ当てはまり、アリストテレスの哲学には当てはまらないと主張する。 イブン・ルシュド以前の何世紀にもわたり、ムスリム思想家の間に、宇宙は特定の瞬間に創造されたのか、それとも常に存在していたのかについて論争があった。アルファ・アラービーや、イブン・シーナーなどの哲学者は、世界は常に存在したと主張した。この主張はアシュアリー派の神学者によって批判された。特にアルガザーリーはこの宇宙の永遠説について、広範な反論を書き、 彼ら哲学者の不信、クーファーを非難した。これに対して、イブンリュシュドは、自滅の自滅において、アルガザーリーに答えた。第一にこの二つの立場の違いは、不信、クーファーの罪にあたるほど広大なものではないと主張した。また、この宇宙永遠説はクルアーンに矛盾しないとも述べ、クルアーンにおける創造に関連した箇所、王座、水について言及する句を引用した。 クルアーンを注意深く読めば、宇宙の形態だけが時間内に創造されたことを暗示するが、その存在そのものについては永遠と主張した。イブンルシュドはプラトンの国家の仲介において自身の政治哲学を述べる。彼は自分の考えをプラトンとイスラームの伝統とに組み合わせて理想的な国家はイスラーム法に基づいたものであるとする。 プラトンの言う哲学者王をアルファ・アラービーに従って、それをイマーム、カリフと等しいものとみなす。市民に美徳を与える方法は説得と強制の二つであるとする。説得は、習字的、弁償的、論証的があり、より自然的な方法である。しかし説得の通じないものには、強制が必要である。従って、最後の手段として、戦争を正当化する。 それゆえに、統治者は、知恵と勇気の両者を持つべきであり、それは、国家の統治と防衛のために必要である。プラトンのように、イヴンルシュドは、兵士、哲学者、支配者たちとして参加することを含めて、国家の統治において女性に男性と共有することを求めている。同時代に、イスラム社会が、女性の公共の役割が制限されていることを、残念に思い、これを、 国家の幸福に有害であるという。理想的な状態からの劣化というプラトンの考えを受け入れ、イスラーム史における正当カリフ時代から、ウマイヤ朝への移行の例を挙げる。イブンバーッジャとイブントゥファイルと同様に、イブンリュシュドは、プトレマイオスの体系を批判し、月、太陽、惑星の見かけ上の動きを説明するために導入した、樹園と終点園を否定した。彼は、 アリストテレスの原理に従って、地球の周りを厳密に、円運動すると主張した。惑星運動には3つあると仮定し、肉眼で見ることができるもの、観察するために道具が必要なもの、哲学的推論によってしか知ることができものに分けた。イブンリュシュドは、当時のアラビアやアンダルシアの天文学者によって、一般的に行われていた単なる数学に基づくものではなく、 自然学に基づくものとして、天文学を最低にしようとしたが、それは未完成に終わった。刑事上学大中会最終巻において彼は言った。私の若い頃に、この研究は私によって完成されると意気込んだので、あるが、今や老年となって私はそれを諦めている。しかしおそらく、この問題は、他の誰かが、この研究に取り組むことになるであろう。 自然学においては、イブンルシュドはアルビー・ルーニーによって開発された機能法を採用せず、むしろ今日の自然学に近い。科学者のルツ・グラスナーの言葉によれば、彼はアリストテレスの著作の議論を通して、自然について新しい論説を生み出した、借義的な科学者であった。彼はしばしば、 アリストテレスの非創造的な追従者と描かれたが、グラスナーはイブン・ルシュドが非常に独創的な自然学の理論を導入したと主張する。特に彼のアリストテレスのミニマナチュラリア理論とフォルマフルエンスとしての運動についての聖地化は西洋において取り上げられ物理学の全体的な発展にとって重要であった。また、物質の運動状態を変化させるのに働く仕事の割合として、 力の定義を提案した。これは今日の物理学における力の定義に近い定義である。イブンルシュドはアリストテレス、霊魂論に関する三つの中介で心理学に関する彼の考えを衝述している。彼は哲学的方法を用い、アリストテレスの考えを解釈することによって人間知性を明かすることに興味を持っている。彼の考えが発展するにつれて、 彼の立場は変化していった。最初に書かれた小中会では、素材的知性は人が遭遇する特定のイメージ、表彰を保持するという文バーチャーの理論に従う。これらのイメージは普遍的な作用知性によって統一のために期待として役立ち、それが起こることによって、人はその概念について普遍的な知識を得る。中中会では、アルファーラービーやイブンシーナーの考えに近づき、 作用知性は人間に普遍的な理解の力を与え、それが素材的知性であるとした。人がある概念と十分な実験的な包着を持てば、その力は活性化されて、人に普遍的知識を与える。大中介において知性単一論として知られるものを提案した。そこで微分シュ度は唯一の素材的知性を主張し、それは全ての人間において同一であり、 またそれは、体と混合するものではない。この理論は、キリスト教圏の西欧に入った時論争を巻き起こした。1229年、トマス・アクイナスは、アベロイストに対して、知性単一論の反駁を書いた。同時代のマイモニデスは、イブン・ルシュドの作品を、熱狂的に受け入れた初期のユダヤ人学者の一人で、イブン・ルシュドが、 アリストテレスの作品について書いたものをすべて受け取った、イン・ルシュドは極めて正しいと述べた。また、アリストテレスは難解であり、それを理解するには、アレクサンドロスかテミスティオス、あるいはイブンリュドの仲介によらなければならなとと述べた。サムエルイブン・ティッポーオーンは、哲学者の意見において、ユダイブン・ソロモン後編は、知恵を探求において、シェームトブ イブン・ファラクエラなど13世のユダヤ人思想家はイブン・ルシュドのテキストに大きく依存していた。1232年、ヨセフ・ベン・ワッパマリがイブン・ルシュドのオルガノン仲介を翻訳した。これがユダヤ人による最初の翻訳である。1260年、モーセイブン・ティッポーンがイブン・ルシュドのほとんどの中介といくつかの医学書を翻訳した。 ユダヤにおけるアベロイズムは14世紀にピークを迎えた。これらの翻訳に影響を受けたユダヤ人には、アルルのカロニュモス、ベンカロニュモス、マルセイユのサムエル・ベン・ユダ、アルドのトドロストドロスイ、ラングドックのゲルソニレスがいる。キリスト教圏西欧での主な影響は、アリストテレスの後半な彼の解説によるものであった。西ローマ帝国崩壊後、西ヨーロッパは、 文化の衰退に陥り、アリストテレスを含む古典的なギリシャ人の的遺産のほとんどが失われた。13世紀に翻訳されたイブンルシュドの仲介は、アリストテレスの専門的な説明を提供し、再びアリストテレスの利用を可能とした。イブンルシュドは、その影響の大きさから名前ではなく、単に注釈者、コメンテーターと呼ばれた。 1217年にパリとトレドで始まった、ラテン語訳の最初の語訳者、ミカエル・スコトゥスは、自然学、刑事上学、レイコン論、天体論の拡大中介を翻訳した。これに続いて、ヘルマンヌス・アルマンヌス、ルナのウィリアム、モンテペリエのアルマン号などが、時にはユダヤ人の助けを借りて、他の作品を翻訳した。その後まもなく、キリスト教徒の学者の間に広まった。 それらはラテンアベロイストとして知られる強固なサークルを引き付けた。パリとパドバはアベロイズムの主要な中心地であり、13世紀の主要な人物として、ブラバントのシュゲルスやダキアのボーエティウスがいた。ローマカトリック教会はアベロイズムの蔓延に反対した。1270年パリ司教、エティエンヌ・テンピエは十五の教説に対して、教会の教義と反していると非難した。 1277年、教皇ヨーハネス21世の依頼によって天平は別に避難を発し、アリストテレスとアベロエスの教説から219の論説を対象とした。13世紀の主要なカトリック教会の思想家、トマス・アクイナスは、アベロエスのアリストテレス解釈に大いに頼っていたが、多くの点で彼に反対した。例えば性単一論に対して詳細な反論を、 書いた。また、宇宙の永遠性と神の設理についても反対した。1270年と1277年のカトリック教会の非難とトマス・アクイナスの反爆は、ラテン・キリスト教世界においてアベロイズムの広がりを弱めたが、影響はヨーロッパがアリストテレス主義から脱却しめる十六世紀まで続いた。十四世紀にはジャンドゥンのジャン、パドアのマルシリウス、 15世紀ティエネのガエターの、ポンポナッチのピエトロ、16世紀、マルカントニオツマラなどのアブロイストが存在した。イブンルシュドの仲介ではない主要な著作である、自滅の自滅のラテン語訳は1328年に、ナポリオー、ロベール・ダンジューの依頼によって、ユダヤ人カロニュモス、ベンカロニウモスによんなされた。1497年アゴスティのニホが仲介をつけて、 ベネツヤで出版されたが、これは、刑事上学部分だけであった。漢訳は、ナポリのカロカロニモスが、ヘブライ語訳から、ラテン語訳され、1527年に、ベネツヤで出版された。自滅の自滅のアラビア語原点はほとんど、消失していたが、イエズスカイシ、モーリス・ブイジェによって、ヘブライ語訳との比較によって、アラビア語へ、再なされ1930年に出版された。 イブン・ルシュドは、現代に至るまでイスラームの哲学的思想に、大きな影響を与えなかった。理由の一つとして地理があり、イブン・ルシュドは、イスラーム文明の最西端であるイベリアに住んでいた。また彼の作品は、東方のイスラーム教学者には知られていなかったのかも、知れない。しかし、イブン・ハルドゥーンと彼の詩、アービリーはそれを知っており、一部その注釈を書いた。19世紀になり、 イスラーム思想家は再び、イブンルシュドと関わり始めた。ある名札、あるのだ覚醒と呼ばれる文化的ルネッサンスがあり、イブンルシュドの作品は、イスラーム教徒の知的等を近代化するためのインスピレーションとみなされた。1320年に完成したダンテアリニエリの新曲において、変国に古代ギリシア人及びイスラーム思想家の中に、イブンルシュドを描写している。 ショーサーのカンタベリー物語のプロローグでは、当時知られていた以下のリストの中に、イブンシーナーやアラーズイーと共に彼の名がある。また、バチカン宮殿を飾るラファエロのフレスコが、アテナイの学童にはその姿が描かれている。ユーセフカヒネによる1997年のエジプト映画、デスティニー、翻訳園のアンダルシアはインルシュド死後800年を記念して作られた。 スターフルーツやビリムビを含む植物類名であるアベロア、アバーア、月面クレーター、イブン・ルーシュと小惑星8318アベロエスは彼の名にちなんで名付けられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。